またディズニーランドの話題に戻るけどさ、あの幼少期の印象って一生残りますねっていう話なんだけどさ、あそこ何どうやって行くんだよ、あれ超うぜえだろ、あ危ない。あの俺ちっちゃい頃ね、まあほんと小学校低学年とか小学校入る前とかかもしれないけど、よくね母親に連れられてディズニーランド行った時にね、スプラッシュマウンテンによく乗せられてたんですよ。乗せられてたっていうのは、当時の俺はね本当にね危ない、本当にあのジェットコースターっていうものが本当に怖くてね、あの毎回あ死んだと思って、あ死ぬ、あ死んだって思ってたんですよだからね、でディズニーランド、あのまだシートができる前だからね、シートができる前だからさ、ランドでは一番あの急降下の自由落下を体感するのできるのが、あ自由落下を体験するのがスプラッシュマウンテンなんですけど、俺はあのスプラッシュマウンテンのヒュッっていうあの落ちる自由落下の感覚がね非常にトラウマになりまして、でまあもうほんと親がディズニーめっちゃ好きだからさ、ちっちゃい頃はほんとにしょっちゅうディズニーランド行ってたのよ。でディズニーランド行くと必ずスプラッシュマウンテンに乗せられてたんだけど、あのある時本当に俺は怖いんだと、スプラッシュマウンテンが本当に俺はスプラッシュマウンテンに乗りたくないんだと、あんななんであんな死ぬ思いをしてあれに乗らなきゃいけないんだと、嫌だ乗りたくないということでね、まあ免除になってた時期があったんだけどね、それでもやっぱたまにもう大丈夫じゃないとか言って乗せられてたんだけど、その頃ねあのスプラッシュマウンテンに向かう道の坂わかりますこうスプラッシュマウンテンの方に行くにはこうちょっとしたディズニーランド内の坂を登っていくんですけどね、あの坂にもう差し掛かった段階で俺はもう緊張してこわばってあ今から俺は死にに行くんだとあもう俺は死ぬんだ、さよならみんなっていうような気持ちにねさせられてたんだけどねそれがね久しぶりにディズニーランド行ってね、もう26ですよ、26だし他のジェットコースターはもうバンバン乗り回してますよ。これ先月遊んだ時もね、東京ドームシティに行ってサンダードルフィンっていう鬼速い鬼急降下のあるジェットコースター乗ってきたんで、それも全然へっちゃらの平気でね、楽しいねーなんて言いながら乗って、うわ最高だねこれなんて言ってさ乗ってたぐらいですよ。がスプラッシュマウンテンの坂にかかるとね、道の足がすくんでくるわけですよなんて強力なトラウマを植え付けてくれたんだ母親ともうね、ほんと幼少期の怖い思い出っていうのはね、俺死ぬ直前ではございませんか。喋ってると HP も見れないんだねって言われちゃうな。ほら、ほんとね、あと10回ぐらい乗れば克服できんじゃないって言われたけどね10回もいつ乗るねんっていう感じもするけど、まあでも乗るだろうな、もし俺が結婚でもしたら子供連れてくだろうけど、子供もトラウマになるのかなやっぱ。それとも案外そういうのはさ、子供の世代というかもう自分と違うなっていうことにもなる可能性もあるしね。俺ダメだったのに俺の子供大丈夫なんだみたいな体験もするかもしれないし、そういうことも考えるとさ、ほんとなんて言うのかな、ほんとねディズニーランドっていうとさ、もう俺のねちっちゃい頃の母親との記憶っていうのはさ、なんで父親が出てこねえんだっていう件についてはやっぱいろいろあるんだけどいやないよ、複雑な家庭事情とかは全くないけど、なんだろうやっぱさ、そういうなんか遊園地とかの思い出ってこうやっぱ母親が根強く残るもんなんかね。てかやっぱあれだな、父親はさやっぱもう大人だからさ、
付き合いの感じがやっぱ若干あるんですよ、ね、お前らが好きなやつやればみたいな、お前らが行きたいやつ行けばいいじゃんみたいな感じで、俺はあの写真撮るからみたいな感じでさ、やっぱこう純粋に楽しんでるメンバーは子供と母親なわけですよ。母親ディズニー大好きだしね。だからね、やっぱそういう時にやっぱこの本当に母親があの時ワクワク楽しんでたんだなとか、こう子供と一緒に遊ぶっていうことに対して幸せを感じたんだろうなっていうさことを考えるとだね、なんかすごいこうジーンとくるものがあるんだよな。なんだそのオチは。ほんとね、最近ね、映画とかでもね、もう何でも俺なんか親子物に弱くなってきちゃったんだよな。もうだって友達もさ、結婚して子供いるなんて当たり前ではないけど、全然3割ぐらいはでも結婚して子供いるんだよな、見てる感じ。だからもうそういう年かっていうのもちょっとあるよな。パレードとかも見てもさ、別に俺そんなパレードとかキャラにそんなに興味がないからね。ディズニーランドとか、まあだからテーマパークですよね。いや、アミューズメントパークか。アミューズメントパークとして楽しむのは全然あるんですよ。全然楽しいんですよ。でもキャラに好きなキャラも独断いないし、映画は好きなのあるけど、なんとかが可愛いとかそういうの全くないんでね。なんとかバズがかっこいいとかね。バズってかっこいいもんでもない気がするけど。俺はザーグが好きだなみたいな全然ないからさ、そういうの。キャラのあれとかはないんだけど、でもやっぱパレードを見るとね、なんだろうな、あの感じ。ディズニーのパレードの威力すごくないですか？多分ね、音響とかね、多分メンタリスト DAIGO に聞けば分かると思うんだけどね。音響の仕組みとかね、多分ものすごいんで、あれ。こいつ死なねえの？てか、こいつ数ねえのか？別に倒さなくて。あれは、あいつはオブジェクトなんだな。どうだよ、オブジェクトとして、オブジェクトとして生まれて、オブジェクトとして死んでいく気持ちは。パレードのね、音響効果とかメロディーラインとかがね、もう、例えるならね、心臓を一回強制的に取り出されて、なんか洗浄して、綺麗に洗ってゴシゴシされて、また取り付けられたみたいな感じになってね、一瞬で心洗われるんだよね。でね、ちょっとここ多分ボスだからちょっと待ってね。で、その心洗われるとね、急になんか自分が情けなくなってね、あ、俺何カッコつけてんだろうと。大人になったふりしてさ、こんな体ばっかでかくなって、お前に何ができんだと。お前は誰を幸せにしてるんだ。お前に何ができると。お前は何の役に立ってるんだと。あの頃の親に比べて、お前はどれだけすごいんだと。カッコつけてんじゃねえよ、お前。まだまだガキだろ、お前なんかっていう気持ちに、ね、なってくるんだよね、自分がね。急にそれで情けなくなってね。なんかめっちゃ涙出てくるんだよな。よし、ボス行くぞ。あ、こんなんだっけ？めちゃ肝なんだが。こいつ、全く記憶にねえ。めちゃ肝だし。お前呪文効かないパツンかよ。いつ攻撃すんねん、それで。安全な攻撃タイミングわからん。あ、これでいいのか。あいつに、槍持ってんのはずっと右手か？あ、ずっと右手だ。だから、シュンシュン。ドロドロン、ズブシブシュ。あ、左手に持ち替え上がる。痛えし。お、こいつめっちゃ強いぞ。みんな。みんな。みんな、見てくれ。こいつめっちゃ強いぞ。ちょっとあの呪文うぜえな。あ、やばいぞ、これ。火だめがシャレ神戸だ、これ。危ない。いや、あ、これ、痛い痛い痛い。ちょっと、あれを覚えよう。真ん中来た時は左手に持ち替えないから、ここで安全に攻撃すればいい。いや、持ち帰るんかーい。
あれだな、この X 方向にしか動けない、 X 軸にしか動けないこの場所で攻撃するのは危険だ。必ず Y 方向に動ける、この場所に戻ってから対策することにしよう。ピロロロン、う危ない、ちょっと待って、これは薬草が必需でございます。ピュン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 ズクシュズクシュズクシュ、 OK、 ポコポコポコ、グブブブブ、ピロ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 ロロン、ズボンズボン、ピロロロン、 OK、グモグモモモモモ、ジボババババババ、チュルンチュルンチュルン、ピロロロロン、グボンズボン、ピロロロン、危ない。よし、パターン覚えたぞ。ネリンクネリン、ピロロロロン、ズボリンズボリン、痛い痛い痛い。あいや、待て。戻ってすぐ上。危ない。回避回避。こんな緊迫するボス戦が今までかつてありましたか。豪気戦より、豪気戦より緊張するわ。痛い。うぬがまことなる修羅、見せてみよう。あ、ちょっと、槍持つ手のあれ、ちょっと持ってない方に安全に行く方法がないな。あ、あ、危ない、あ、なんか見逃してもらえた。どうすればいいんだろう、こっちに誘導しといて。いや、持ち帰れないんかい。あ、持ち帰るんかい。あれ、槍持ち替えがあるから、ほんとパターン化できないな、こいつ。あ、槍の外から攻撃できるのか。それがいいな。ちょっと待って、ボスのダメージを全く見てないんだよ。ってことは、ここの方が危ないってことなんだよ。OK。あ、画面外に出たやつはもう脳幹じゃないの。オッケー、これだ。ボスの残りダメージ、体力どんぐらいだ？痛い。まだ半分ぐらいあるじゃねえかよ。いやー、半分とか言ったらね、ボコスかボコスか。これは、知識あるぞ。てか、俺まだ死んでなくない？このゲーム。まだ死んでないって結構すごくね。急に。痛え！回避不可の、やつ。いやそう。つえな、あいつ。ちょっと薬草もらってくる。おっしゃ、再戦するぜ。今回はね、この力の腕を装備して、火ダメは回避で頑張る。ネリンク、ネリンクに、ピルルルルルン、ズボリン、ズボリン。ピルルルン、アウチ！全然、何が回避でダメだ！まずちょっと俺が不可避だと思ってるさ、回避不可能だと思ってる技がある時点で、技というか、貫通が無理だと思ってる時点で、力の腕輪は愚行でした。ね、この辺なら大丈夫。OK。ちょっと待って、あいつなんか体力青いぞ。2マス目か。お前2マス目の体力を持つタイプのやつか。ちょっと待って、こっちまずいって。当たるんかい。いちちょっと、いやね、今思いついたのが、攻撃する直前に腕輪を変えて、でまたこの回避行動の時はまた腕輪を変えるっていうのをやろうかと思ったんだけど、動画的にあまりにもテンポが悪いなと思って。勝てないよりマシっていう説もあるんだけどね。おい、あいつマジ強えな。こいつマジ強えぞ。ワクワクもしねえ強さだぞこいつ。痛い痛い痛い。ちょい、
らワクワクせえへんぞって言うよ、これ。某 G 氏でも。某 G 氏でもこれ、おらワクワクせえへんぞって言うわ。なんでちょっと関西弁なのかっていう件については、触れてはいけないらしいぜ。こいつ何なんだろうな。下半身どうなってんだろうな。あ、ドラクエのマーマンとか、マーマンみたいな感じだ。あのさ、あのさってなんか、後輩に悪口、いや、後輩を怒る時の先輩みたいな感じになってるけど。めっちゃ、ホーミング。あ、いいぞいいぞ、行って。あれマジどうすんだよ。記憶もなければめっちゃ強いってなんなんこいつ。なんでこいつのデータ俺の脳から削除されてんの。あのさ、直で来んのめっちゃ強くない？ほんとはこういうとこで、ここで待つべきなんだけどね。いや、全然違うじゃん。全然違うじゃん。早いし、早いし、2回食らうし、もういいだろうと思って戻ったの早いし。そうそうそう、これがやりたかったって言われには、その前段階を食らいすぎている。これ負けますね。これ負けますね。まだ諦めるな。そうだそうだ、もう左に限定するか。危ねえ、今ちょっと危なかったぞ。今問題はここなんだよ。こうだ。オッケーオッケー。ちょっともう攻撃しすぎない。コツは攻撃しすぎないこと。オッケーオッケーオッケー。生命の危機を感じたら対策が出てくるというスーパータイラント現象という。痛い。スーパータイラントも完璧ではない。オッケー、早く、オッケーオッケー。ここが一番ダメージ出るからね。田中裕二、行くぜ。今度こそ負けねえ。負けねえ。いや、もう力でいく。力でいくよ、もう。食らう方が悪い。そうだろ。俺が悪かった。最初 HP 緑なのか、あいつ。緑から水色になって、その後青か。あ、ここめっちゃ範囲広いんだよな。こうだ。オッケーオッケー。右、左にしとく。左がいいな。あ、こうすりゃいいのか。こうすりゃいいんだ。ちょ、あ、避けらねえ。いや、食らうな。岩倉智美。歴史全然詳しくねえくせにさ、そ、人物名だけ使うのめっちゃ恥だよね。じゃあ何した人ですかとか言われたらもう、ってなるもんね。本当に歴史ダメだからな。小学校から歴史だけはもう先生に怒られ倒してるから。何すんの分かんないの、何すんの分かんないのあんた。いやでもマジで聞いてるぞ、聞いてる聞いてる。力の腕は力あるな、やっぱさすが力の名を冠してるだけはあるよ。この辺何か、クレーン、クレーン、クレーン、プリルン、プリルン。あ、危ない、危ない。今ちょっと危なかったな。
クネリンクネリンピルルンピルルンじゃねえんだよ。なんだそれ。このゲーム好きなのか嫌いなのかはっきりしろよ。バカにしてるとしか言いようがない。死ねい痛い。俺が血し。でもいけるぞ、このペースなら。次食らうのはしょうがない。ここはもう薬草装備しておくしかない。 OK、 この辺か。うおお、いや、うおおとか言いながら食らってるけどね。食らってるけどいいんだよ、薬草があるんだこっちには。あ、しまった、対策を間違えても大丈夫。もう死ね、もう死ね。おらーなあ、小細工を使わなくてもいけるって言ったんだよ。そうだろ、コナン君、コナン君、盗聴器を仕掛ける気だね。ペガは王様の魂を解放した。王様めっちゃ敷地広い。ご無事ですか、ご無事ですかって言いながら両足を同時に前に出すからジャンプしかできない。片足ずつ前に出せばいいのに。足が一本しかないのか、もしかしてキノコを模した生物だとしたら。いや、怖いことを考えるのやめておこう。セーブだ。確かにこいつらみんななんか、足があります、ありました。あれ、もしかして俺解放し損ねてんのか。よーいどんの人がいないぞ。あとで回収しに行くのやだな。私はまじないし、三種の神器が集まったらその一人火の鳥を召喚してあげる。私はまじないし、三種の神器が集まったら火の同じかーい。モスラのやつか。そなたがわしをもと、うん、そなたがわしを元の姿に戻してくれたのじゃな、感謝するぞ。わしはカタツムリの脳無にひどい仕打ちをしてしもうた。あいつの魔物がやってくるという忠告を信じようとせず、牢屋に入れてしまったのじゃ。脳無に会ってみるがよい。そなたの探しているものがきっと見つかるはずじゃよ。ところで、そなた、火の鳥の言い伝えをご存知かな。三種の神器、すなわち、灼熱の鏡、灼熱の玉、灼熱を強い集めたものには、体に火の鳥の魂が宿るという。それはどんな魔法にも勝る力を秘めているらしい。これらをすべて見つけたら、わしのところへ戻ってくればいい。マジか。後で来るんだね。後で来るパターンってあんま今までなかったよね。倒せない敵とかはいたからな。こいつ話したっけ？あ！なんだ、いるじゃん。なんで両足でぴょんぴょん飛ぶのかな？鳩の歩行法かい？鳩歩行法の伝承者か。言葉に詰まるな。位置について。と言ってももうついてるわよね。じゃあ行くわよ。よいどん。遅え。こいつ不利、こいつら。めっちゃ不利、こいつら。後ろのやつ。カーブを設けてやるな。さて、どこに行くのかな。俺はコーラでも飲みながら。はあ、実況中にコーラを飲んで、ゲップを我慢する仕打ちだ。自分でやってるんだがね。よく見たら目がめっちゃ青いんだよね、こいつらね。もしかして発光してるのか。オロシャ光岳と同じ成分が。あれ、お前らもしかしてこのコースって、あ、一周して終わりか。なるほどね。それにしてもこいつ後ろのやつは振りすぎるだろ。まず最初のところで遅れを取って、ゴール位置も一番後ろと来てる。絶対こいつが一番あれじゃん。
なんだそのルートは。おお、2周目に入りつつ2周目もディレイを食らっている。お前嫌にならないか。今お兄ちゃんと話してる暇はないの。片づむりレースに負けちゃうでしょ。負け倒してるよお前は。全てにおいて負けてるよ。じゃあこいつを送らしてやるか。抜いたー、抜きましたー。競っています。競ってねえよ。ずーっと同じ速度で君らは回りながら2番目と3番目が永久に遅れ続ければいい。お前は、ここ見た、あ、牢屋のガキ。僕の名前はノーム。ノームってこいつらの種族だろ、どっちかというと。以前レオさんの家に住んでいたカタツムリです。レオさんにゆかりのあるやつが多すぎる。以前レオ博士はマグリ島に悪魔を呼び出す機械の設計を依頼されていました。そして依頼を断った博士がマグリ島城へ連れて行かれるとき、僕らにそっと4つの石を渡し、どこかへ遠くへ逃げるようにと。投げるな。その石はこの世界と魔界を結ぶ鍵となるもの。残りの2つはレオ博士の研究所とマグリ島のところにあるようです。さあ、このシルバーストーンを持って博士の監禁されていた砂漠の研究所へ行ってください。オッケー。この雪山からずっとずっと右の方角へ行ったところには砂漠の一軒家があって、うん、ここには普通の剣では倒すことのできない機械の魔物が動いてるんだって。どこのことだ。すやすや、プロ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 トゥ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 のタイムですよ。何これ。あ、いや怖い。目の中で歩き回ると迷子になるよ。怖え怖え怖え。でも今ので道が開けたから行ってみるか。あれどこだっけ。ボスの近くだよ多分。この辺じゃないか、あれ。この辺だよね、多分。ああ、違う。あ、俺、ここだと思ってたんだけど、違うのか。あれってどこだったんだ。ん？これ？いやいや、ここだって行ってあるもんね。違うよね。どこだ？あの場所は一体。ん？まだ生き残りがいるじゃないか。せっかくだからあれ使うか。これで。いや、当たらねえんかい。しかもジェムなくなったし。役立たずめ。お前が負けすぎたせいだろと言われてしまったら、もう、何の反論もできません。あれだな。やっぱ RPG だからさ、死んでも持ち金に相当するジェムがなくなるだけで、何のデメリットもない。ん？いけないところのカタツムリがなんか増えたぞ。なんだあいつは。こいつらに巣あんのか、もしかして。いや、ないよな。無限湧きだよな。あれ、どこなんだろうな。そういうことかよ。あ、そういうことかよ。神のエンブレム F を見つけた。わ、マジか。あ、そういうことだったのか。あ、夢の中にその場所行ってみるっていうのは、そのまさにそのマスにを踏んでみろって意味だったのか。気づいたー。